さあやっていきましょう。2021年一発目の動画、もしも清宮が、今回4年目になるか、4年目の清宮がということになるんですけども、まあ前回の続きが残っているので、しばらくはあれですね、オフストーブリーグを戦っていきましょう。焼きつくのね、この時期が一番楽しいシーズン中よりも一番楽しいのでね、まあ年に一回の年末年始スペシャルですね。一番楽しい時期の。藤本すげえせ、どうだろうな、ピンチ D がちょっと気になるところだね。それだけだね。制球と四球をもうちょっと上げたいな。まあ変化球も弱っちいか。藤本。さあ、11億ぐらい、7億か、全然金ないわ。11億ぐらいあると思ってた。なぜ?打撃タイトルは新庄が独占してますね。すっご。50本。新庄なし。MVP は新庄です。イエー。まあまあ、セリーグのことは知ったこっちゃねえ。田中和則が新人王。ほう。そして川上健志が MVP ということですね。ちょっとね、エース級のピッチャーが一人欲しいね。このピッチャーで勝てるっていうエース級が一人欲しい。うおはは1億9300万円。ああ、今年の清宮の総括したかったな。今年の去年のね。したかったな。ランキングで見てみるか。いるか?いないか?いないか?いるか?いた。2割3分クリーン。20。打率最低じゃねえか。2割3分クリーン。21本。66打点。128本のヒットに1盗塁。303の3割3分の出塁率に。でも出塁率3割あれば、まあまあまあよね。アリアスよりはいいわ。と、まあ、こういう感じになっておりますね。フォアボール結構選んでるんじゃないかな。はい。てな具合でした。現実の清宮は、まあ今年どうなるでしょうかね。4年目ね。もうちょっとちゃんと守備を鍛えて、まあ守備以上にはバッティングかな。体重増やした方がいいんじゃないかなと個人的には思うけどね。まあその辺は意見が分かれるところでしょう。まあ守備だな。守備が一番だな。体重も増やしたから、必ずしも良くなるってわけでもないしな。絞った方がいいときもあるしな。あら、ホームランはとりあえず20本ぐらい打ってほしいね。2桁はまあ最低限のノルマとして。誰も引退するつもりがない。ええかこれ。誰か引退すべき選手いなかったっけ、うち。引退させるべき選手がいない。はぁ、あ。唯一可能性だとしたらオバンドだね。32歳 BBA。人気 A だしな。オバンドはもうここから下がっていくしかないよ。バンドラストイヤーだろうね、来年がね、今年がね。他の球団の引退者見てみましょう。中日は中村大志、広島はロペス、巨人は工藤にマルティネス、阪神は大砲。この年までやらせるかっていうぐらいはね、年までやらせてるな。初芝、35歳で。まだやりそうだけど、もう無理だろうね。大栄いない。近鉄いない。ライオンズ、塩崎。ギリやれそうだけどな。ウォーレン。そして大島浩一という感じですね。一人選手を獲得して、まあ大沢親分なんで別にいいですね。コーチ陣に関しては文句なし。成功しない、特に問題なしですね。スカウトはちょっと分かんないけど、まあ現状見て対策はいらんでしょう。どうすかな。とつれる人がいない。あー、こう見るとうちはちょっとドラフトが弱いな。青木翔造、飯山、神野、長崎圭一は OB 出選手ですね。五代。大悟。毎回呼べてない、五代と大悟。どう考えても後ろが五なんだからさ、大悟だよな。染谷圭介。河合さとし。あ、宮田正則。雪のり。正則って言ってたな。この宮田ってあれだよね、8時半の男の人だよね。
鈴木清志、お、五十嵐、いいな。パンチョ伊藤、もう亡くなっております、個人ですね。大海、川原茂、いいんだよな、いるねこの架空選手は非常にいい。川原欲しいな。いやもうこれはほとんど架空って感じですな。小宮も取っておきたい、もう取りたい選手いないよ、うん、もういないよね、もういない、いない。土井、土井飛ばし屋の星、うん、いらんな、24だしな、いりません。外野はそもそも飽和しとるというね。陣の方、ライオンズ、河合、岩井、いや OB 選手だらけだな。五十嵐歴、ベイスターズのヒゲマジ、いいな、いいな。こういう人も OB だよね、多分ね、確かね。飯山、OB、長崎健一、川原がね、めちゃくちゃいいキャッチャーになるからね。確か万世タイプだけど、長打がめっちゃいい。土井、土井勝彦、取られてます。ほうほうという感じです。はい、今年の新人はこんな感じ。一人ぐらいあれか、あのオリジナル選手入れてもいいな。一塁と三塁、三塁の方がウィークポイントかな、今年のうちのチームからして。どうだろうな、ね、年俸1億、小宮だな、まず小宮と交渉、契約金を少し抑えてくれ。8-2ぐらい、9-2ぐらいで、やば、アホやん俺、アホやんどうしよう、別にこの人いらないんだけど、1億で、年俸1200万あげるから、あー、バカバカバカ、おっとおっと、やってしまった。新人二人を。バカなんでしょうか。ちょっとお金がね、FAのために残しときたいっていう、そういう要求を出したのが、あー、ちょっと出し渋ったな。そして、二人しか出てない。小坂も小宮も欲しいけどな。小坂めっちゃ欲しいな。あー、いい選手出てるな。いい選手出てますね。どうしよう、小坂か。いらんけど、小坂いらんけど、田中健介おるから小坂いらんけど、でも3億3600万円は安いな。取ろう、福森か横山か、取れる額だな。石井和久なんかすごいけど、まあ年齢考えたらね、あと2、3年しか活躍できない。どっちがいい、どっちがいい、どっちがいい、三振王になる可能性ある。あ、でも防御率だけ見ると絶対福森だな。福森か、なんか福森と日ハムになんか因縁あるよな。ホフパワーか、ホフパワーだったっけ、ジェイソン・ボッツかな、ね、ジョイセン・ボッツなんか福森の球をホームランにしたのがあったよねさよならかなんかあった気がする。福森の21球みたいな、なかったっけ。福森との3億1200万円でこのレベルのピッチャー取れるのは大きい。もうエース級だよ、超絶エース級。取っちゃった、福森取っちゃったこの補給は大きいですよ。新人取らなかった。さてな、まあ絶対活躍するわこれ。福
曇り取ったな、大きいな。これは優勝間違いなしだぞ。一人めっちゃ奥のやつがいる。誰だ立山。おめえよ。あんだけ信頼感を失っておきながら、さらにおこだと。よいしょ、ちょっと、厳しめ、渋めに行ってみようか。それだけで、年間6億削れるんで。私ちょっとね、まあ、優勝したけど渋めに行こうかなと思ってます。はい。個別に修正か。ミラバルは下げてもいいと思うな。他の選手はまあまあ上がってるね。なんか、桜井に5000万はやりすぎな気がするけど。まあ、こんなもんじゃないの？渋めと言っても結構お金上げてる感じがするけどね。立山に7000万ちょっと上げすぎな気もするけど、これぐらいちょっと、なんとか飲んでほしい。王はもうちょっと下げていいな。野口。まあ、こんなもんだな。新庄とか年俸すごく強くなってんだろうな、きっとな。あ、まあ、2億円か。甲子園の去年から見ると、結構全体的に皆さん年俸上がってるんじゃないでしょうか。皆さん年俸上がってるんじゃないでしょうか。石本とか上げる必要ある？いや、盗塁数すげえな。しゃあない。あ、5人不満者がいる。しかも全員ピッチャー。なんなら立山がまだ不満を持ってやる。こいつ、8000万。うるさ。8000万やってリストラだと。9000やって出るんだったらもうお前はいらん。あー、9000万の中継ぎじゃねえよな。お前はいらんとか言ったけど、勇気は絶対いる。8000を出す。9000万。ううう、白氷を踏む思いだな。原田に7000万もおかしいだろう。ちょっと太っ腹すぎるな。桜井6800。清水明夫8000万。まあ、なんとか。いやー、なんかやばいな、球団経営が。入団テスト受けさせたいけどね、ちょっとデータ作ってきてないんでね。4年目から新たな新人ってわけにもいかんでしょう。やめとこう。いえ、もしも日ハムにね、ドライチですげえやつが入ったらね、すげえ、あの、各界注目の選手が入ったら入れてもいいかなと思うけどね。若干ちょっとね、そういう選手いなかった。広池まだやれるぞ。うん。広池まだやれるぞ。どうしよう。広池取ろうかな。あ、田口壮がいる。松田翔士。これまでいけるんじゃないかな。この中で年齢的にいけそうなのは、あ、檜山がいる。鈴木健も多分まだやれるんじゃないかな。あ、進藤がいるな。進藤なんて入れたら絶対活躍しないか。小笠はいるから活躍はないか。広池取りたい。入団させていい？ダメ？広池いけたら原田を無理くり使わなくてもいい。ああ、そっか。やめさせる選手はいないもんな。仕方ないか。原田を、のポジをひろゆきが投げさせたら、ギリ黒字。一人ぐらい引退か、トレードだな。3対2ぐらいのトレード仕掛けて、ちょっと誰か出しましょう。整理しましょう。その上で外人選手一人二人取りたいって感じかな。誰を出すかな、まあ、人員はいいでしょう。あ、2021年明けましておめでとうございますのためのサムネイルにしようと思ったシーンを一瞬で飛ばしてしまった。はい、ということで、今から4年目1月になりました。わー、もうね、これやってるとね、気持ちが流行るね。どんどんこうやりたくなるから、やりたい気持ちをセーブするのは大変。早く福森育てたいとかってなってるもん。よし、じゃあ、ありがたいですね。はい、1億9000万円。
そしたらしっかり球団経営、お金の方を、お、ん？小笠原？あ、キャンプを離れて山にこもって修行。どうぞどうぞ。行ってらっしゃい。全然いいっすよ。全然いいっす。行ってらっしゃい。小笠原ならちゃんとやってくれるでしょう。はい。2月ということでね、まあここまでにしましょうか。短いですけど。これ以降のキャンプに入ってからはね、2月キャンプ分は、2月になってからあげようと思います。1月分はここまでということでね、ちょっと物足りない感じがするかもしれないですけど、まあ、あと1月ほどお待ちください。2021年も、まあ、ぼちぼちと動画を上げていこうと思いますので、引き続きお引き立ての方よろしくお願いします。お引き立て？まあ見てくれるだけで十分よ。うん。チャンネル登録してくれて見てくれるだけで十分なので、まあよかったら続けてみてください。今年一年いい年にしていきましょう。ほなまた。